夢で、不思議な話を、同じ家とか、場所とかを繰り返し夢に見ることはあるだろうか。別に続きものってことはなく、ホラーであったり、日常的であったりと、関連性はないけど、舞台がいつもそこってやつ。大抵は昔住んでた家だとか、友人や親戚の家だったりとか。でも、 全く覚えがない場所だが、よく夢に見るということがある。学校でそんな話をしていて、友人が教えてくれた話。彼は昔からよく夢に見る場所があった。ちょっとばかり洋風の普通にある住宅で、二階建てだという。いつから見るようになったのかは覚えていないが、 中学に入った時にはすでに、ああ、またかと思えるくらいだった。彼にはとても仲の良い友人系がいた。家が近所で母親同士も仲が良かったため、お互いの家を行き来して毎日のように遊んでいた。好きな漫画もゲームで使うキャラも一緒。成績も同じくらいで身長体重も変わらない。 中学一年の時、いつも通り遊んでいると、夢の話になった。いつも、同じ家の夢を見るんだよ。食いついてきた K も同じような体験をすることがあるらしい。メモ用紙に家の間取りを書いて説明すると、K も同じだと言った。色い々ろいろ話しているうちに、全く同じ家のように感じ、奇妙な偶然に、 好奇心が刺激され、お互いの夢の話をすることが多くなった。家は割と広くて、四五人の家族が住めそうなところだけど、二人とも一階の角部屋だけは入ったことがない。中学という微妙な年齢のこともあって、どちらが先にあの部屋に入るか、競争しようということになった。 その頃から悪夢が続くようになった。家の中を包丁を持った殺人鬼に追い回されたり、姿の見えない幽霊に追いかけられたり、例の部屋に近づくことはできなかった。最初は、俺たち前世で兄弟だったんじゃねと盛り上がっていたが、次第に夢の話はしなくなった。 彼曰く、あまりに似すぎている自分たちが、正直気味が悪くなった、と。顔が似ているわけではないけど、本人たちにしかわからないシンパシーのようなものがあるんだと。それは彼も同じだったようで、高校は別のところを選んだ。でも、仲の良い親友であることには変わりはなく、電話で話したりはしていた。 部活や進路を決めるような時には、お互い別々にしようと暗黙の了解があった。大学に進む頃には、違う生活環境で、次第に疎遠になっていた。冬休みに実家に帰省すると、久しぶりに K から年賀状が届いていた。年賀状には、 ペットの犬の写真。ああ。チョコまだ生きてるんだと懐かしくなった。印刷の、明けましておめでとうの下に小さく書かれた K の筆跡。あの部屋に呼ばれた。俺が先に行くぜ。その言葉に血の毛が引いた。 数日前に見た夢で、彼も部屋に呼ばれたのだ。変わらず一定周期であの夢は見ていたが、その時はなんだか雰囲気が違った。誰もいない家の中を歩いていると、なんとなく、あ、はあ、今ならそこに行けるなという気分になったという。ただ、彼は行けなかった。 行こうとしたときに携帯が鳴って起こされた。学校が始まってしばらくしたときに、母から電話が来た。K が行方不明になったらしい。一人暮らしをしていたアパートから突然と姿が見えなくなったと。何か知らないかと、K の親が聞きに来たというのだ。 もちろん夢の話などできるはずもなく、知らないと言うしかなかった。それから半年以上経ったが、まだ刑は見つからない。疎遠にはなっていたが、とても寂しくて仕方がないと落ち込んでいた。先を越されたと、悔しい気持ちもあるんだと。 大して怖くもないかもしれないけど、正直俺はゾッとした。俺もまた、同じように毎度出てくる家がある。夢で見たことを、他人に話してはいけないと、祖母が言っていた。それまではなんとなく言いつけを守っていたけど、そういうことかと。 納得した。